九州山口地方 VS 東海地方先鋒戦、人口20万弱都市対決。今回から東海4県 VS 山口県を超えた九州地方の6都市戦団体戦をお送りします。初戦の今回は人口20万弱都市による先鋒戦です。九州山口チームからは都の城市、宇部市、山口市、東海4県チームからは安城市、沼津市、鈴鹿市、この6都市の総当たり戦対決で決着をしていきます。対戦順序は以下とします。全15節、各都市10試合ずつとなります。第1節、山口市 VS 都の城市 VS 鈴鹿市 VS 沼津市。濃度実践長は都の城市が圧倒的な広さです。複合サービス業はデータがありません。ゴミのリサイクル率は山口市が強い。1万人あたりの位数は山口市がかかっています。山口市が快勝、2位は都の城、九州山口の完勝です。第2節、山口市 VS 都の城市 VS 安城市 VS 宇部市。飲食店数は都の城市が多いです。製造業荒付加価値額は安城市の独壇場、圧倒的強さです。一般病院数は都の城市が圧倒的に多い。建築床面積は安城市が強いです。ゴミのリサイクル率は山口市。不動産物品業売上は山口市が安城市に際どくかかっています。大接戦、山口と都の城が揃って1位です。第3節、鈴鹿市 VS 沼津市 VS 安城市 VS 宇部市。1万人あたりの建物火災の少なさは宇部市です。製造業事業所数は沼津市が多いです。金融保険業売上は沼津市が圧倒的な強さ。医療福祉売上は安城市が強い。小売店数は沼津市が多い。1万人あたりの指数は宇部市が圧倒的な多さです。大接戦を制したのは安城市、2位は沼津と宇部。第3節終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。序盤戦は山口市と都の城市が好調スタートを切りました。そのこともあり、九州山口チームが大きくリードする展開となっています。第4節、山口市 VS 都の城市 VS 沼津市 VS 宇部市。財政将来負担率はデータなしのため戦いは成立せず、建築床面積は都の城市が強い。大型小売店数は山口市がかかっています。製造業有形固定資産は宇部市が強い。百貨店総合スーパー数は山口と宇部市。1万人あたりの指数は宇部市が強い。山口と宇部市が揃って勝利。第5節、山口市 VS 鈴鹿市 VS 安城市 VS 宇部市。人口総数は山口市。総面積は山口市が広い、圧倒的に広い。小売業従業員数は山口市が鈴鹿市を上回っています。製造業従業者数は安城市が圧倒的に多い。課税対象所得も安城市が強い。出生数は安城市が勝っています。山口市が安城市と鈴鹿市との点の取り合いを制しています。第6節、都の城市 VS 鈴鹿市 VS 沼津市 VS 安城市。建築床面積は安城市が勝っています。飲食件数は沼津市が強い。建物火災の少なさは安城市。製造業事業所数は沼津市が強い。医療福祉売上は安城市が強いです。財政地方税は安城市が強い。安城市が圧勝、2位は沼津市。第6節終了時点の順位です。山口市が4連勝と強い。東海では安城市が2位と検討しています。第7節、山口市 VS 都の城市 VS 鈴鹿市 VS 宇部市。昼間人口密度は鈴鹿市が勝っています。昼間人口比は都の城市が強い。百貨店総合スーパー数は山口、鈴鹿、宇部が並んで1位です。建築物数は都の城市です。山口市を上回っています。
生活関連娯楽業売上は都の上司が鈴鹿と山口を上回っています。都の上司が解消、2位は山口と鈴鹿。第7節終了時点の順位、都の上は暫定2位に浮上、鈴鹿は暫定で最下位脱出しています。第8節、都の上司 VS 沼津市 VS 安城市 VS 宇部市、しか診療所数は沼津市が多い。製造業現金給与総額は安城市が圧倒的の強さです。卸売業事業所数は沼津市が多い。加重地人口密度は安城市が沼津市に勝っています。製造業従業者数は安城市がダブルスコア以上、飲食店数は沼津市が強い。沼津が圧勝、2位は安城、東海の完勝です。第8節終了時点の順位、東海チームの反撃が決まって沼津市が最下位から4位まで浮上、安城市が2位復帰しています。第9節、山口市 VS 鈴鹿市 VS 沼津市 VS 安城市、卸売業従業員数は沼津市が山口市に勝っています。農業産出額は鈴鹿市が山口市に勝っています。教育学習支援業売上は山口市が強い。農業畜産は鈴鹿市がダブルスコアの強さ。製造品宿泊は安城市が2兆超えです。財政将来負担率はデータ不足。ロースコア戦を制したのは山口市、2位は鈴鹿です。第9節終了時点の順位、県庁所在地の格の違いなのか、山口市がダントツの成績で首位を堅持しています。第10節、都の上司 VS 鈴鹿市 VS 沼津市 VS 宇部市、建築物数は都の上司が強い。農業畜産は都の上が桁違いの強さ。医師数は宇部市がダブルスコアの強さ。人口密度は沼津市が鈴鹿市に勝っています。製造品宿泊は1兆超えの鈴鹿市の勝ちです。製造業は付加価値額も鈴鹿市の勝ち。鈴鹿市が圧勝、2位は宇部市。第10節終了時点の順位、鈴鹿市が4位に浮上しています。3位以下が僅差となっています。第11節、山口市 VS 都城市 VS 鈴鹿市 VS 安城市、学術研究業売上は安城市が圧倒的な強さで山口に勝っています。入間人口は山口市が20万人超え。運輸郵便業売上は安城市が強い。入間人口は山口です。農業畜産は都城が圧倒的。製造業有形固定資産は安城市がダブルスコアの勝利。安城市が快勝、2位は山口市。第11節終了時点の順位、鈴鹿市が暫定で3位まで上がってきました。東海と九州山口の差が勝ち点4差まで縮んでいます。第12節、山口市 VS 沼津市 VS 安城市 VS 宇部市、製造業アラフカ価値額は安城市が圧倒的な強さ。卸売業従業員数は沼津市が山口市に勝っています。農業産出額は山口市がダブルスコアの強さ。薬剤指数は山口市が多い。飲食店数は沼津市が多い。財政将来負担率はデータ不足です。山口市が沼津市に競り勝ちです。第12節終了時点の順位、山口市が独走、九州山口チームを牽引しています。安城市は2位をほぼ確定させている状態、3位以下は団子状態となっています。第13節、都の上司 VS 鈴鹿市 VS 安城市 VS 宇部市、15歳未満人口比は安城市が 15.66% という高い数字で勝っています。農業講師は都の上司が強い。建築工事費は安城市がかなりの強さです。卸売業事業所数は都の上司が勝っています。薬剤指数は宇部市が強い。農林漁業売上は都の上司が桁違いの強さ。都の上司が快勝、2位は安城市。第13節終了時点の順位、山口市の優勝と安城市の2位が確定しました。都の上司は3位に浮上しています。九州山口チームは東海チームとの差を6に広げています。
第14節山口氏 VS 都の城氏 VS 沼津氏 VS 安城氏製造業現金給与総額は安城氏が桁違い。1万人あたりの歯科指数は沼津氏が強い。金融保険業売上は山口氏が沼津氏に勝っています。卸売業年間商品販売額は沼津氏が安城氏と山口氏に勝っています。歯科診療所数は沼津氏が多い。沼津氏が圧勝、2位は安城氏で東海が完勝です。第14節中央地点の事務、安城氏と都城氏の全日程がここで終了です。次が最終節ですが、九州山口と東海の勝ち点差はわずか2となっています。第15節山口氏 VS 鈴鹿氏 VS 沼津氏 VS 宇部氏、小売業従業員数は山口氏が鈴鹿氏に勝っています。小売業売場面積は鈴鹿氏が山口氏に勝っています。製造業事業所数は沼津氏が鈴鹿氏に勝っています。インフラ業はデータ不足です。労働率延長は山口氏が勝っています。人口総数は山口氏です。山口氏が鈴鹿氏に競り勝ちです。全15節の最終結果が出ました。山口氏勝ち点26、安城氏勝ち点20、沼津氏勝ち点14、都城氏勝ち点13、鈴鹿氏勝ち点12、宇部氏勝ち点9、チーム九州山口勝ち点48、チーム東海4県勝ち点46。山口氏が7回1位の抜群の強さで優勝、安城氏は勝ち点20、ポイント100の大台を達成してダントツの2位でした。沼津氏は1位は2回ながらも半分が2位以内で3位、都城氏は人口最小ながらも3回1位を取り4位です。鈴鹿氏は1位1回を取りも勝ち点が伸びずに5位、宇部氏は1位1回の5回4位が響いて6位となってしまいました。チーム戦の先鋒戦は大激戦、ポイントでは東海が22ポイントの勝ちも、勝ち点では九州山口が2点リードし、先鋒戦の勝者は九州山口チームとなります。次回は地方戦です。佐賀市、佐世保市、下関市 VS 富士市、津市、春日井市となります。チャンネル登録をしていただけると、この地方戦以降の戦いもスムーズに見られると思いますので、よろしければチャンネル登録していただければと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録のほどお願いいたします。